이야 대박이다 대박. 이 세 개 예언했었는데 맞는지 한번 봅시다. 캡틴 팔콘 그리고 커비 옆에는 예 경기장이네요. 암즈 경기장. 네, 얘가 지금 나오는 이 친구가 어시스트 피규어로 나왔다 그래가지고 사람들이 안 나올 거라고 그렇게 얘기를 했었거든요. 어 근데 초비가 편지를 잡았어. 편지 잡았어. 편지 아 봐봐 뺏기잖아 뺏기잖아 이럴 줄 알았어. 근데 얘도 나왔는데 얘도 나왔기 때문에 또 뺏기겠죠. 예 네, 그렇죠. 계속 뺏길 거야. 어 닌장 얘인가? 저거 끝까지 잡고 있는 애가 나올 거예요. 런칭 될 거예요. 끝까지 잡고 있는 애가. 쟤도 아니야. 설마 얘가? 느낌 온다. 얘가 얘다 얘다. 느낌 온다. 얘다. 저 친구가 잡는구나. 지들끼리 막 싸우다가 아무도 아 근데 내가 원하는 애나 따라가긴 한데. 얘가 라면 그거잖아. 나오네, 얘가 나오네. 얘가 나오네. 민민, 민민. 오, 맵 이쁘다. 맵 괜찮다. 이속 느려, 이속 느려, 이속 느려, 이속 되게 느려. 이속 느리고 원거리죠? 이속 일단 근데 너무 느린 것 같은데, 이속이? 공중 뒤도 리치 길고, 일단 리치 다 길고, 어? 반사 있네? 리플렉트 있네요? 예, 말뚝박기 파이터다, 말뚝박기 파이터. 아, 요거 공, 대회목으로 못하겠다. 대회목으로 못하겠다. 자, 슈퍼 스매시 브라더스 얼티밋, 그리고 암즈의 콜라보는 결국에는 민민으로 결정이 났습니다. 나쁘지 않아, 나쁘지 않은데, 완전히 알박기형 파이터가 될 것 같아요. 민민, 암즈, 헐스레프. 다음을 주카라 진파이타 면면노 산센데스. 이게 미엔 민민이 아니라 미엔미엔이라고 읽어야 될 거예요. 간반 娘 18살입니다. 나제 아무즈노 파이터노 나카카라 면면카 というと 근데 그냥 난투하는 식으로 할까? 아무즈노 야부키상가 면면가 이. 제가 근데 일단 두 가지를 맞춘 것 같아요. 일단은 리치기인 거 맞았죠? 뭐 이거는 또 알 수 있었는데 이속이 느릴 거고 이걸 얘기했었거든요. 또 유효나 이속 되게 느릴 이속 중간 이하 정도일 거예요. 그러니까 그래서 애 캐릭터 컨셉 자체가 자리 잡고 거기서 거리 벌린 다음에 원거리에서 하는 거. 그래서 원거리형 파이터라고 보는 게 좋아. 게임의 설명을 行いますが, 全て 개발 중であることを ご了承ください. 아무즈를 스마브라에 落とし込むって とっても難しいことです. そして 結果的に かなり変わった 戦法を持つ ファイターになりました. 得意不得意がはっきりとしていてですね、主に重量級なんかは得意なんですけれども、軽量級、空中戦が得意な人みたいなものは比較的苦手な部類。 아, 벌써부터 주캐 선정하시는 분이 있네요. 민민 조인 더 배틀. 한번 봅시다. 민민です. 両手が ス프링 状になっているのが分かりますね. そして、それぞれ別のアームを装備しています. 네, 캐릭터 되게 잘 뽑혔다. 되게 잘 뽑혔다. アームの 特徴について. 네, 모델이 되게 잘 뽑혔네요. まず腕を伸ばすことができます. 잽이고요. 아, 근데 좋아요 그림 안 하네. 유가이넨의 ものですかね. 좋아요 그림 아니네요. そして, スマッシュ 攻撃. これはもうちょっと威力があるものを伸ばすことができます. そして強攻撃というのは内側が歩くことができたりします. 어, 뭐야? そして、ジャンプなんかもできるんですね。打ってる途中に普通に操作をすることができます。で、空中でスマッシュ入力というのも実はあったりします。
これスマッシュ入力、これ普通の入力、ちょっと長さと威力が違うんですね。そして、曲げることができます。上シフト、お、뭐야、あ、이거주먹아래로내려가고위로올라가고이거있네。地面にぶつかってるから、コキン。예、가만히뚝심받긴하는데、お、이거확실히신개념이긴하네요。定めることが可能です。이게강우리가우리도일반적으로강공격뭐지스매시라든가이런거위로아래로살짝씩꼴수있잖아근데이번얘는키가되게많이나네순히사처자ではないっていうことですね。네피트화살같은느낌으로갈것같아요。 A ボタンを押します。これアームを打ちます。左アームですね。そして B ボタンを押すと。で、レフトパンチ랑라이트パンチ개념이따로있어。つまり、あ、이거특수技。 A ボタンと B ボタンが対照的な右腕と左腕を、あ、 A 버튼이レフト、그리고 B 버튼이라이트암이라고생각하시면됩니다。이게왼쪽오른쪽에있는그손에들고있는게다르거든요。이게암즈고증이에요。なのでこれを利用するとまずこうやって같이쓸수있죠。分けることができたりとか。어뭐야저방금뭐야攻撃とスマッシュ攻撃방금앞뒤로할수있었던것같은데。上狙った後下狙うみたいなこともできると思います。そして AB 同時押しにスマッシュ入力を設定しているという人多いかと思うんですけれども、 多いかと思うんですけれども、それを立て続けに押すと특수기가일단은 AB AB と길게쏠수도있어。両方のスマッシュ入力を立て続けに出すということになります。あ、두개다가져낼수있고요。これは必ず A ボタンの入力、つまり左腕から先に出ることになります。思えば2人操作が、잠깐만、이거저거두개뜬거サイドテーブルを用意してきました。아아니구나아쓰는거구나유리나타고와뭐지농아니아나설마이렇게해서좋아요그래들은줄알았지이렇게해서좋아요그래들은줄알았어아카운아예카운터가안먹히는구나타다약점메타ものもありまして接近戦にはやっぱり弱いです。例えば야이거야이거되게좀쇼킹인데카운터안먹히는데空中にちょっと飛んでるだけで当たらなくなってしまう。もちろんこの後のスキは、팔에무기판정이없으니까끝에만있으니까카운터하더라도앞으로나가는거아닌이상얘는되게인파이팅을붙어야돼요이거는。だからこそ이거는무조건얘는거리를벌리려고쓸거거든요。완전히원거리캐릭터라고생각하면돼요。ですけれども、そうそう自由に曲がるもの。칼보다더리치긴거야。つまり、面面を使うような場合は。あ、얘나오면은上から飛んでくるみたいなシチュエーションは。あ、야근데リトルメガ비밀만해。リトルメガ비밀만해요。얘보니까선딜후딜이랑스피드가느려요。너무느려요이거는가는속도만빠르면충분히커버칠수있어요。気をつけていきたいですね。基本的には間合いを空けるということで。逆に面面を相手にする場合は、どんどん接近していくことを第一に考えるべきですね。なお、連面なおめ차단されても、あ、いや、그정도까지는아니야。隙ができます。通常必殺技や横必殺技はアームの操作に使うわけですが。上必殺技と下必殺技は、위특수기、아래특수기、이제특수기를좀볼거예요。ちょっと特殊なんですが、복귀를보자。복귀는무리겠지。어、この右腕のアームだけを切り替える。いや、이거、いや、これどんな時に、いや、고정두명잘、아、고정너무잘했는데。切り替えることが可能です。아래특수기일단은팔바꾸는건데이거바꾸는것만은다그럼특수기바뀌겠네。このがホットリング。牽制に向いてるアームだと思ってください。比較的素早く動くのと。で、내가봤을때오른쪽、ライトマン바뀌어요。ライトマン바뀌는것같은데。ここでリングをパチンと切り離すんですね。この切り離したもの。왼그러니까왼팔드래곤그러니까잽은고정이야。잽은고정이고특수기만계속바뀔거예요。広い範囲を迎撃するためのもの。ただし威力は低いです。이게저부메랑때문에람람때문에커버치는원거리커버치는데가다를거예요。얘는야이거상대하는입장에서되게빡시겠다。와。아야이거이제정정할게요이거리틀맥뒤졌습니다이거는次に이제리틀맥은죽었어요威力が抜群の근데티오는그냥중위권할것같긴한데확실히이때스피드와遅いです全体的にリーチも短い복귀좀모자란애들은이제다죽음이지뭐られやすいです曲がることも本当に不근데보니까일단후딜이너무길어これが一発当たれば후딜내니까너무길어요공격도그렇게빠른편은아니야공격빠른편은아니에요아데미지아파보이는데아파보이긴하는데단인수센이向いてると思います이게빠른편은아니에요단인수센데とにかくどさくさに紛れて撃墜数を稼ぐとか근데공격이빠른편은아니에요확실한거아두툼이막았습니다とかではちょっと当てにくいかもしれないです次にドラゴンもうすでに左腕についているものですが両腕をドラゴンにすることができます牽制向きのホットリングや撃墜向きのメガボルトに対して
割と素直というかスタンダードな性能ということになります。右と左で打てるわけですが、この時にボタンを押し続けるとレーザーを出すことができるんですね。あー、いやレーザーでしょうか。いや、계속キーキッピングを押して계속누르고있으면은いや、リッチ너무긴거아니야이거。そういう風にしてより長い距離を牽制する。いや、これリッチ너무긴거아니야。またこれももちろんスタイルを変えることはできますから。うわー、ヤムチョステージだこまでね。リングを打ってみたりとか、その際角度を変えたり。장점이뭐냐면은横に앞을놓쳤다그러면뒤까지커버가되는건데근데그다행히너무빠르지않아주먹자체가되게빠르지않아서다행이긴한데또특징이있습니다이거얘때문에메타되게얘랑상대하면메타가좀많이바뀌긴하겠는데이거양쪽양날의검이에요つかみかかります。양날의검인데엄청상대하기쉽거나엄청상대하기어려워요이거つかんで投げる。야잡기리치봐라자근데이거왜왜왜드래곤에왜불이붙었냐이거わかるでしょうか。アームとしても大きくなっています。比較すると炎とか出てたりとかしていますね。저거뭐뭐뭐뭐설마뭐強化された左側 KO 펀치처럼뭐있다고하면은威力が高いです。화낼거야。너무ドラゴンレーザーも普通のものよりも強化されます。これが普通のもの。これが強化。ウムルバージョン、パワーアップバージョン。出たりしますよね。威力も強いです。パワーアップバージョンとタロイスミダ。なお3つのアームは空中通常攻撃も変化します。例えばこれがドラゴンのもの、平均チャージを오랫동안유지하고있으면반영구적으로왼팔에차지상태가된다。これがホットリングのもの。素早い。ゲームポジ설마그런건없겠지。メガボルト。で、これ자체が、これ자체がこれゲームポジ급아니야？이거느리지만딱센거죠。야이거근데이거뭐야네오야네오커버하는거방금봤어아무다케가또못따라킥과점이좋아하는데완전칼캔데펀치오나가고야완전칼캔데양심살짝없는데이쯤되면은미지카맨이탄탑포스를또킥이나요야 A 빠르게하면은これ칸후콤이와이브작공에좀소통するもの연타연타잽연타가들어가면은펀치도나이거킥도한다이거죠 A를 길게 누르면은 암이 나가고짧게탭하면킥이나가고こういうホイールキックみたいなものになります。そして上スマッシュ攻撃はサマーソルトキックなんですが、サマーソルトキックにはちょっとした特徴がありまして、こう相手の球を弾き返すことができるんですね。原作でも相手のパンチなんかをサマーソルトキックで返すみたいなシチュエーションがありましたが、それを再現しています。リトルメキに比べるん、そしてダッシュ攻撃は、いや、이거ちょっと飛び蹴りや、リフレクターはちょっと、いや、근데얘아까약간완완전원거리라고봐도될것같긴한데내가봤을때그냥얘원거리예요그러니까주먹질하니까근접캔데라고보는거지사실상그냥원거리캐긴해요날렸던게다시돌아오는게다른거지근데잘못보면좀심하다는맞긴한거예요아또空中攻撃の上そして空中攻撃の下は急降下キックになります。이거뭐메테오스미치달려있겠지落下のタイミングを少しずらしたりすることができたり、吸収したりすることができるわけですね。そして残った必殺技上はアームジャンプというものになります。ミッドクスギこれ短くした時と長くした時でジャンプ力が違いまして、저거설마공중에서가능하다고하면은少し曲がって飛ぶことが可能です。お、뭐야、요정도되는데どちらかというと地上戦を得意とする面々にとっては逃げに使うようなものに比較的近いかもしれないです。ジャンプして空中下で吸収をするであるとか、大きく位置をずらすわけですね。また上昇時は少し無敵が生じるので、ある程度当たってもまあ大丈夫です。少し遅れていてもまあかわすことはできますから、いざという時諦めずに距離を取ることを頑張るということができたりします。제발이거で이거직접해봐야할것같아。얘내가봤어어려워쉬운캐는아니야。地上で使うとアームジャンプなんですが、쉬운캐는아니야。空中で使うとアームフックという技になります。見ての通り、ワイヤーボッキャ腕を伸ばしていますけどね、これを攻撃に使えることはさほどないと思います。どちらかというと腹筋に使う技ですね。こんな感じで。いや、ボッキャー존나좋아。미친거아니야？ドラゴンで食ってるような感じになっていますけど。いや、ボッキー、サイバーなんで？切り札はアームズラッシュです。これはアシストフィギュアのスプリングマンなんかも使っていましたが、原作にあるパンチをいっぱい出す技ですね、これ。ですが、そこは最後の切り札なので、もっとスペシャルに演出をしています。
アームズファイターが勢ぞろいして、もうチンゴソワリじゃん。普通のパンチを繰り出すというものですね。いや、내가봤을때다음준환이든 VS 대란주든 7월달에 VS 대란주들어가잖아요졸라나오겠네진짜졸라나오겠네진짜스프링스타지움です네스테이지소개입니다양쪽에아마뽀잉뽀잉하는거있는거같고삼바삼바나아무즈파이터가우치다개인적으로저섹시한캐릭터가있거든요걔가나올거라고생각했었는데요거좀빛나갔다근데민맨도되게이뻐갖고나올거라고생각하긴했었어점프버튼을押しますとこういうふうに高くジャンプすることができるんですね。만약에그발판없었잖아발판없었으면대회메블해도나쁘지않았겠다そしてスプリングスタジアム上方にあるこのあ、저뭐야저거천장에닿으면안되는거야ここに吹っ飛んだ相手がぶつかることがあるんですね、こうやって。そしてこんな風にコンボ決めたりして。천장없고、ポイントにスプリング저거없었으면은、例えばぶつかった瞬間に、とりあえず受け身を取ってみるとかで助かることもありますので、頑張ってみてもらえればと思います。そしてアイテムオンにしているとアイテムヘリがアイテムを運んでくることがあります。アイテム、あ、アイテムドローンに乗らないと。アイテムは出てきただけではダメで、ちゃんと落とさないと自分のものにならないので気をつけましょう。それでは、一通り説明をしましたので、これから実践に移りたいと思います。언제할수있는거야그래서중요한거언제야내가봤을때개발다된것같은데はい、今回は3戦目に出ていた2人のチームと戦ってみます。戦ってみます。戦ってみます。안하면、안하면손해인데、正直言って相性は良くないですよね。特に。이건안하면손해요。그냥キャラクター자체が되게이쁩니다。地上戦を得意とする面々には、ちょっと苦手な相手。だけども、得意前でいきたいと思います。密です。ソーシャルディスタンスというやつですね。そろそろメガボルトでいきたい。うまく当てれば、いけるかな?いいよ。ドラゴンのレーザーで当たりますね。この人もいただきたいが、どうかな?で、いや、デミジカジラマン、ちょっと봐야될것같은데。メガボルトはやめとこう。もう十分に吹っ飛ばせるはずだ。ダブルドラゴンで。お、ヒム、いや、ヒム、ヒム、アルチャンで?さすが、CP レベル8。아근데얘후딜좋아약점은후딜이네예봐봐보면은한번저거간판에서피하잖아요약점밖에없어요그러면은내가봤을때얘는어힘싸움으로가면은그렇게엄청난애는아니에요그러니까약간되게양날의검스타일있죠양날의검스타일이잖아주먹피하면은별거아니야다행히약점은있네요아でも嫌な位置で当たっちゃいますね。これはやられたかな。あ、그렇죠。말그대로。그러니까、암즈에서했던것처럼주먹한번에다쓰는거、처럼、그때、약점이그거、고증제대로됐네요。예、고증좋습니다。確実に当たる位置で、期待でしょ?よし、今だ。これはもらったですよね。まあ、残り一人になったとはいえ、安心はできないな。何しろ、切り札があるし。ああ、やっちゃった。部活に腕を伸ばしてると。じゃあ、半番半番はデミージを궁금한데。보자。커비지 56% じゃ?スメッシャーも작은거맞은것같은데、16% 올라온것같고요。やっぱり接近戦を使って。다른技術、다른걸로좀바꾼걸한번、그데미지를봐야될것같거든요。마요、話していきましょう。78?86? 한번에시스매시人には가게돈줬더라도 10% 씩나오네요ないっていう方法が使えるんですけどね。えジャンプ台。ウィスメシどうですか?ウィスメシ切れなくよ。はい。というわけで無事に勝てました。やっぱり、噛み合わせが大事だと思います。ダメな時にはとことんダメなこともあるんですけれども、うまくいけば前を保ったまんま相手を封殺することもできるという。ちょっと変わったキャラクターになっていますね、楽しんでいただければと思います与えたダメージの落差がすごいな以上ですあーいどれだよ次はサウンドについて今回実装したサウンドは、以下のようになっています全18曲うち2曲が、原作作曲の朝日さんによるアレンジです
アームズはもともと対戦格闘ゲームみたいなところがありましたから、노래해자だ。あんまりチャレンジの必要性はありません。트랙18개네요。いやー、트랙18개、노래개해자인데。いや、이거진짜얘안사면은안돼。ほぼ全てのスタジアムで音楽を。근데제가암지할때도이캐릭터보고되게이쁘다이랬었어요。되게이쁘다이랬었어요。그래서개인적으로내이상형이약간이런취향이거든요。염색한노란머리에다가단발。네、아근데약간제이상형에가까운캐릭터가나왔네요。단体でも交流。단발머리예단발머리ファイターパス2캐릭터좋아。자파이터패스볼2주인공은맨맨이었습니다。29일부터しばらくお待ちください。29일부터나오네요。어뭐야어어뒤어미파이터있네。次にミファイターのコスチュームについて追加のお知らせです。こちらをご覧ください。역시이대로끝내지않는구나。미파이터스뭐뭐나오죠。코스튬코스튬코스튬리파이터코스튬진짜신박한거다。뭐야아암지애들닌자라닌자라어뭐이쁘다멋있다어어 어, 어? 아스플래툰아어왜이렇게 아이거선넘었다이거이거내봤을때아니너무못생겼어。왜이렇게억울하게생겼어。어뭐야이거설마디즈니미키마우스이야대박이다대박야야니가나올줄은몰랐다야너가왜거기서나와야이번거미파이터대박이다아철권철권개웃기긴했네아근데생긴거너무못생기지않았어요생긴거너무못생겼어생긴거너무못생겼는데아아이거봐얼굴표정봐누가이렇게해놨어어이거동영이비야이거동영이비야아니야이거모로토보이가누가이렇게올려놨어이거동영이비야잖아이거마스코트として기분이っぽく参戦していますね